現代音楽を深く知る一冊。ニューコンポーザー第15号、Amazon Kindle など電子書店で発売中。ニューコンポーザーで検索。原音ティーバー、はい、原音エアーの中のティーダンシリーズ。テーブルは T 型ということでね、平段をもじって T 段という、なんてことはないんですけどもね、日本現代楽器音楽理事の中川俊夫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく理事の山内正弘さん、よろしくお願いします、はい、さあ T 段のお題は何でしょうか。おお、よよよよよ、出ました。ドーン、生誕150年、スクリャービンの音楽。うん、私は口を切らせていただきますけど、はいはい、前このシリーズだったかあれで、はい、ピアノ協奏曲の話をした時に、はい、好きなピアノ協奏曲でスクリャービンのピアノ協奏曲を挙げさせていただいたんですね、はい、でそれは今も変わらなくて、で、まあ、ただあれは早い時期の作品なので、おそらくその音楽史的な意味で のスクリャービンを語る時にはちょっと違うことになりますよね。ただやっぱりね、あの曲好きなんですよ。なんかぜひ聴いていただきたいと思うんですけど、でともかくやっぱりスクリャービンピアノ曲が多いんですけど、実は意外と初期の作品の方が好きなんですね。困ったことに、で間違いなくショパンやシューマンの影響を受けてて、ある意味ショパンの正当な後継者というのは変な言い方なんですけど、そういう流れを持っている。じゃあ単なるその真似で終わったかっていうと、そんなことはなくて、実際にはその後変化していくわけなんですが、その変化した後も悪くはないんだけど、その変化する前の早い時期が好きだったりするっていうのは、これは話の流れとしては、いや困るのかなってちょっと気もしないではない。だからピアノソナタの10曲ぐらいあるんでしたっけね。であれトータルで見るとね、やっぱりその単なるショパンの後継者とかいう話じゃなくて、まあ新しい形のピアノソナタっていうものを見せてくれたと思うんです。フォーム的にも技術的にもね、すごいんですよね。あれ例えば左手がね、4連符とか5連符でね、やたら動くんですよね。すげえことやるんですけど、ああいうピアニズム自体も面白いんですけど、そのピアノソナタと名乗っていて三楽章じゃなかったり、いろんなこうなんていうかフォームが意外とちょっと面白くて、演奏時間もそんな長くなくて、ただ違う、それまでのいわゆるピアノソナタとは違う新しい形を見せてくれたと思うんですが、その中でもね、意外と私確かね、6番ぐらいから長音を書かなくなるんですよ。その、ね、新しくなると、うん、でもね、長音あるギリギリのね、5番ぐらいが好きだったりするというだから実は一番スクリャービンで話題にしなきゃいけないその後の方の作品に関しては、あまり惹かれなかったっていうのが、ただピアノ曲に関してはそうなんですけど、オーケストラに関してはやっぱり邦越のなんか好きですし、プロメテウスでしたっけ、あれなんか好きだし、やっぱりなんか法律歌なんかで、ね、トランペットなんかが長い息の長いメロディアなんてかっこいいななんてのは思って聴いてるものぐらいでございます。そんな感じで聴いております。中川さんから。そうですね、私もそのスクリャービンってお題が出てちょっと 困ったのは、同じ理由でね、こうその初期のそれこそショパンの影響を受けてるね、プレリュードとかすごいいいのがいっぱいあるわけですよね。もう時々弾いて楽しんでるぐらいで、で後期の方は多分ご本人が、あ、これがいろんな影響から抜け出してこれが自分の世界だって見つけられたもんだと思うんですよ、本人にとってはね。だけど見つけた時のものって、その多くの作曲家に言えることなんだけど、何かが失われてる気がするんですね。シェンベルクの12音の場合もそう。その作曲っていうのは何かを失う過程でもあると。後期のソナタとか、まあ、オーケストラはオーケストレーションでちょっとね、ごまかされるとは言わないけどオーケストレーション自身がそのハーモニーをこう色付けてるので、非常に意味があると思うんです。だけどハーモニーとしてはエクリチューム処方としては確立化しているような気がしたと思いません？バランス、バピ和音とかに。そう、そう、だから要するにその和音が、そうだね、シンプル。そう、本そうそうなの、シンプルになってしまったような気がする。だけど今になってですね、こうごく最近になって、もしかしたらそのシンプルなものの組み合わせの中に我々が聞き取れないものをスクリャービン音体ご自身は
なんか聞き取って先を見ていたのかなっていう気もしなくもない。でちょっとあの自分の耳が変わったのかは分かんないけど、ちょっとこう魅力的かもしれないなとこうちょっと最近思うようになったんですね。ただでも画一化的なエクリチュールであるっていう思いは、まあ、偉そうに言うけどこうどうしても拭いきれなくて、それだったら初期の方はいろんなまだハーモニー、いろんなロマン派のハーモニーの影響を受けてるけども、それの方がその曲としてこういいのではないかっていう気持ちがどうしてもあるんですね。ただね、壮大なことを考えてスピリチュアルな世界とつながってた人だから、うん、その神秘主義、そう神秘主義と、だから自分の曲、その多分ねミステリウムだったかな、未完の大きな作品があって、でその作品をなんかチベットかなんかで、ね、こう自分の曲を演奏するような計画を立てたらしいんですよね。壮大なプランがあったんですね。そう、まあ、だから壮大なプランがあったんですよ。それでそのための寺院を建てる。でも それでちょっと僕一つハーゼンのことを思い出したんだけど、こう同じことを考えてらして、そういう機関の施設を作る。で その場合には光とか匂いとかもこう、うんうん、なんかね、それはあのよく言われてますよね、それも音楽の材料に。壮大な実際シンフォニーの5番で光はとりあえず使えて、うん、本当は匂いも使いたかったとかいう話だからそのそのミステリウムのために準備としてこういろんな作品を作ったって話ですよ。こう一つ のあまり壮大すぎるんで、とりあえず部分的にこう実現していこうと。それが例えば光を使ったあの、ね、シンフォニーだったり放映の歌だったりするわけじゃないですか。ただ実現できないうちになくなっちゃいましたよね、うん、もっと長くなさったら、そうなさったら、どうなったのかなっていうのをちょっと見てみたかった、うん、聞いてみたかったっていうのはありますよね。だって自分が世界を変えるぐらいのつもりでいた人ですからね。それだけ聞くとちょっとやばい人なのかなとも思わなくもないけど、でも本気でその音楽的な観点から本気でそう思ってたんだ。音がエネルギーであったりとかね。日本のプロオーケストラの世界でスクラービンを演奏される機会があまり多くない。特に最近は4番と5番ぐらいしか演奏されないので、うん、それはちょっともったいないなと思うんでね、うん、あのまあ、1番はちょっとあれですけど、2番とか3番って素晴らしい曲なので、もちろんピアノコンチェルトもですけど、ですからなんかその辺にもう一度光を当てて、東京の在京オーケストラは持ち回りでいいですから、1年か2年に1点はその辺の曲も、うん、プログラムに取り上げていただいて、あの生演奏を聴かせていただけたら嬉しいなってことはちょっとここに言っておきたいなと思うんですね、うん、聞いてみたら結構良かったりするってのあると思うんですよ。でやっぱり一人の作曲家が1番から2番、2番から3番、3番から4番、4番から6番でこう階段を上がっていったところが見えてくるんですね。2番の場合はちょっと変則的な5楽章なので、2楽章が普通の1楽章なんですけど、それにその次の3番の1楽章の邦画が見て取れて、で3番の1楽章を拡大すると 4番の放映の歌になって、それをさらにこうあのなんか複雑にするとプロメテウスになるみたいなところが見えてくるので、あのなんかもっともっと聴かれていい曲だなと思ったりするんですよね。計画、実際計画されてた可能性ありますよ。こうあの計画的な人だから、まあ、頭の中にある種のスクラービンなりのそのソナタ形式とそのなんか楽章の理想像みたいなのがあってね、そこにどんどん近づいていったのかなって気がするんですよね。スクラービンって、まあ、近い世代にラフマニノフとか、ね、あとちょっと後輩がプロコフィエフになる。ラフマニノ同級生だったじゃないですかね。どっちもね、ピアノがうまかったから競ってたって感じですね。作曲家以前にピアノを振ってた。ラフマニノフの方が一般的に人気を得てるような気がしますけど、スクラービンもなんかすごく、素晴らしい作曲家なので、ぜひぜひスクラービンももっと演奏してほしいし、聴かれてほしいなと思うんですね。ということで、また今度この作曲家をテーマにしてくださいみたいなことがありましたら、またご希望などお寄せいただければと思います。